SA50 なのだ新しいキーボードね鍵盤ハーモニカと同じ32件のミニキーボードなのだ早速弾いてみるのだ音が出ないのだ電源スイッチを入れるのよ音量も調整するのピアノなのだトランペットにもなるのよ100音色って書いてあるのだ液晶画面に トーンと表示されているわね。違っていたら音色のボタンを押すのふむふむ数字キーで00から99の音色を選べるわプラスマイナスで1つずつ変わるのだ音色のリストよたくさんあって覚えられないのだマニュアルにも載ってるから大丈夫よオクターブのボタンは何なのだ 音の高さが変わったのだ。音域が上下に12半音移動するわねドラムにしたらドレミじゃないのだ音色99は鍵盤が打楽器に変わるのよドラムのリストよ。6分間放置すると電源は自動で切れるの電源を入れ直すのだ。 リズムのボタンを押してみた液晶画面にリズムと表示されたのだ。スタートストップボタンを押すとリズムが流れるのよ。リズムに合わせて弾くと楽しいのだ。テンポのボタンで10ずつ速さが変わるわ。プラスマイナスで1ずつ変わるわ。数字入力もできるわよ。液晶表示がリズムに戻ったのだ。 5秒くららいい触らないと戻るのよ。ストップして調整してからスタートしてもいいのだメトロノームを鳴らすこともできるの4拍子なのだ機能ボタンを押してビートにして数字プラスマイナスで表紙が変えられるの機能ボタンを押したらチューニングになったのだ基準の440ヘルツを変更できるわね。 リバーブってなんだプラスマイナスボタンでオンオフしてみて音が変わっったののだ。だ。トランスって何なのだ鍵盤の音の高さが半音単位で変わるのよ機能ボタンで変えた設定は電源を切ると元に戻るわソングボタンを押してみたのだオール10曲順番に内蔵曲が流れるわ00から09の数字入力か。 プラススマイナスで1曲選べるのだ。ソングボタンを長押しするとメロディーを消せるのよ早くてついていけないのだテンポボタンで遅くすればいいわねもっといろんな曲を弾いてみたいのだチャンネル登録して検索してみましょう。